おい勘十郎、今日は怒ってないぞ。お前なのか？最新話の最後の影、お前なのか？もしかして菊の左腕が書いてあったぞ。あれ、お前が描いた絵なんだろ？菊の左腕はカイドウに993話で切り落とされたんだよ、かまいたちで。そしてその腕はドームの上から落ちて、それをゾロが見たっていうシーンもあった。しかもあの切断面っていうのは、金右衛門が炎で刃でこう焼き付けて止血してくれただろ。あれはもうローとかにも直せないはずなんだよ。マルコでも追いつかない。勘十郎、お前菊の左腕が切り落とされたって知らないもんな。だから書いちゃったんだろ。やられたと見せかけてどっかにいて、赤瀬国男をお前守ろうとしてるだろ。わかるぞ俺。お前はいろんな絵を描くことができる。首をもがれて戦う武者も描いたよな。だから体の一部がないやつは描けるんだよ。それなのに腕がないのを知らなかったから全部描いちゃったんだろ。そして今どこにいるか当ててやろうか。あの宝物庫の横にいるだろ。横の部屋じゃない、横の隠し部屋だ。あの部屋から行ける隠し部屋にいるんだろ。なんでこれを言ってるかわかるか。お前を描いてくださってる人誰か知ってるか。小田先生だ。小田先生は2017年にワノ国を描くための取材の一環で京都を訪れてる。その時な、西本願寺っていうところに行ってるんだよ。そこでたくさんのメモを取られた。その一つにな、武者返しってあるんだよ。部屋の隠し扉を開けると、そこに侍が隠れていつでも奇襲をかけれる部屋っていうのを小田さんはメモってるんだよ。そこに今金右衛門たちと一緒にお前はいて、来週号で出てきてくれるんだろう。ゆえもゆえカイドウの屋敷図を勘十郎お前見てるもんな。金右衛門たちも見てるもんな。苦労して手に入れたカイドウの屋敷図、ここで繋がってくんだろう。武者返しはそこに書いてあったんだろう。わかるからな。お前素直に来週出てこいよ。今な、これ動画出すのは2月22日だ。何の日かわかるか。おでんの誕生日、まあそれもあるんだけども、俺の誕生日なんだよ。俺の誕生日でその前日に今撮ってる。別の部屋で俺の家族は今ジャンクスポーツ見てるぞ。それなのにそんな状態で今撮ってんだよ。なんでかわかるか。お前まだ勘十郎お前のことを心のどっかで信じてるからだよ。 Believe だよ。 Believe だから来週出てこい。いい、勘十郎はもういい。見てくれてありがとう。お前もジャンクスポーツ見ていいから。いい、オロチオロチ今ビクッとしただろ。今これ見てただろオロチ。でもビクッとしたな。サムネにもタイトルにもお前の名前書いてないからな。でも俺は言おうと思ってたよ。お前はな、サムネとかタイトルにオロチって書いたら見ない可能性があるからな。小心者だからな。前の動画でお前は生首の状態の時に歯が、真ん中の歯が4本で、いつもは絶対に3本なのに生首は4本だから身代わりを出したんじゃないか能力でっていうことを言ったんだよ。でその後な、いろいろ見返したら歯が4本の時あったんだよ、2コマ。でもその2コマとも説明がつくんだよ。まず1回目、ナミの雷帝を食らった時だ。オロチお前は宴をしてて、ナミと会った時に雷帝をされたな、忍法雷帝っていうこと でそこでお前は能力を使った状態でやられたんだけども、そこの歯が4本になってた。まあこれはね、前言った通り能力を使った時は歯の数が2本とか3本とかになるっていう、まあ、不安定さを言ったんだけども、それの一環だと思う。でまあまあそこはいいとしよう。しかしもう一つあるんだな。973話、伝次郎こと京四郎がな、姿を変えてオロチお前のところに潜入しようとお前と会った時だよ。そして俺の元につけっていうことをお前は京四郎に言ったけども、あの時ビビってたんだろ。歯が4本だった。あの時やられる可能性があると思って姿を一応変えておいたんだろ。お前わかるぞ。お前最初の宴した時も部下たちからみんな言ってたな。さっきも俺言ったな。そう、お前は小心者なんだよ。だからカイドウに首を切られる寸前に何かを察知して能力を発動し、お前は身代わりを出したんだろ。言えよお前、小心者のオロチよ。お前言えよ。お前どうなってんだよ。もう黒ずみ家で俺はもうなんかこんな感じになってると。誕生日にお前たちがそうさせたんだよ。責任取れよ。お前来週出てこい。チャンネル登録よろしくお願いします。